吉田さん、吉田さん、ティーチャー吉谷、ティーチャー吉谷。まあ何に時間を使うかっていうことが、あと残りの人生のね、何に時間を使えるかってことにダイレクトに直結してますよね。人生の前半、何に時間を使うのか、それが人生の後半、何に時間を使えるのかということになってきます。これにしか時間が使えませんよっていう風に追い込まれる人生も多いと思うんですけども、やっぱりね、これやってていいのかなっていう風にすごくね、疑問を感じてることに今日も明日も明後日も時間を投入し続けることっていうのは、引いても引いても当たり券がないようなくじをさらに買いますようなもんだと思うんですよ。で、私はですね、少なくとも当たりの可能性があるものとか、その当たりの可能性を自分の力で引き寄せているというふうなことが分かるものに投入していきたいですよね。単純に言うと数値で測れるものです。 YouTube の動画アップロードって数値で測れますよね。だから私今すごく取り組みやすいし、多くの方がやること迷ってるんだったら YouTube のアップロード動画1000本単位で2000本3000本とやっていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。少なくとも YouTube の動画を5000本アップロードしている人がもしいるとしたらね、これから YouTube を始めようかなっていう時に、その5000本アップロードしている人に聞くことが少しはあると思うんですよ。それがだからコンサルの始まりなんじゃないかなと思いますし、指導とか教育ができるというこの差になると思うんですよね。実際にやった人、やっていない人、やりたい人、これがどう追い求めるのか。理論はわかるけどもやったことがない人ね、YouTube で稼ぐ方法みたいなセミナーとかがね、2015年結構流行ったんですけども、それ見に行ってみたら、じゃあ先生の YouTube 動画アカウントを教えてくれますかって言ったら教えてくれないんですよ。 YouTube アップロードしてないんですよね。だからノウハウを教えるっていう、まあそういうふうな形だったんでしょうけども、実践の伴ってない人がそれをやるわけですから、私がそういうふうなセミナーに行くと、私のアカウントはこれですっていうふうに言えたりねすることと、その講師の方がいろいろ言うんだけどもアカウントを持ってないってこと、私はだから生徒ジャックっていうのをその時に結構したんですよね。 YouTube 系のセミナーに行けば必ずそこで速稼塾の生徒が見つかるみたいなね、そんなことがあって結構恨まれたんじゃないかなと思いますけどね。これもだから何に時間を使うかってことなんですよ。セミナーに行って私は集客をしたんですよね。セミナーに行って集客されてるんではなくて、でこれもだから最初に私が速稼塾っていうものを小さいながらも作っていた、そこに時間を投入したからこそ何に時間を使うことができるかという自由度が広がったということにもなりますし、それが今に引き続いてですね、今私は自分の感じたものとかね、思うことに時間を投入する、その自由度が広がったということなのかなと思います。まあ、毎日ね、はっきり言って朝10時ぐらいに今日の予定もないみたいな感じなんですよね。あ、ちなみに昨日はね、町内会の緊急会議を開催したんですよ。私が会長なんで人を集めることができるんですけども、まあいろいろとね、やっぱ見えてきますね。なんかこれも、町内会に時間を注ぐことによっていろんな改善点が見えてきますけども、将来自分が10歳年を取って20歳年を取った時に、私の子供込みでこの地域がどういうふうなところになっているかってことを今のうちにね、こう時間投資ができることの一つなのかなと思います。私がこうなればいいなってものがどこまで反映されるか分かりませんけどもね、まあ皆さんの民意にもよりますんで、ただこういうふうな気持ちを持ってますってことが表現できるのは非常にありがたいことかと思います。当然ですけども、町内会の連絡 YouTube でやってますんでね、こちらの方も皆さんよろしかったら同じアカウント内にありますんで、私の YouTube チャンネルを見ていただければと思います。それではですね、また会いましょう。